吉田さん、企業案件ですか。いいっすね。私もね、日々企業案件いただくんですけども、基本的に何も受けてないんですよ。まあ報酬出すよって言ってくれてるんですけども、まあ報酬目当てにね、自分の思わないような商品を紹介するのもなーって、ちょっといまいち気が進まないかなってところなんですよ。ていうかめんどくさいですね。なんかね、あんまりそのいくらになるかわかんないですけども、吉田さん時計もらえていいなと思うんですよ。手間もあまりかかんないですしね。私のところに来る企業案件って、あの商品をね、しっかりと紹介しないといけないんですよ。もちろんやらないでもないんですけども、こう毎日のように来るとね、まあ、別に一回いつでも来るしっていう考えもあるし、私はそんなことよりもカップラーメン食べてる動画の方が出したいんですよね。あまりね、報酬目当てとか何か欲しいからやるとか頼まれたからやるっていうんじゃなくて、それだったら熟成さんの動画を紹介した方がまだいいかなと思ってるところなんですよ。まあでもね、時計のね紹介とか来たら私やりたいですね。そういうね、吉田さんに来るようなのが私来ないんですよ。なんか怪しいね、口座解説とか、ね、どっかのね、なんか IC を紹介するとかね、いまだいんですよ。加湿器の、買ってもない加湿器のレビューをかけとかね、あかんですね。でもね、やっぱり私あの思うんですけども、あの今回のタイトルね、泣き寝入りってあるじゃないですか。あの泣き寝入りってどういうことかっていうと、例えばね、学校でいじめを受けました。そしてそのいじめを先生とか周りの人に相談しました。警察に言いました。でも全く取り入ってくれなくて、学校で隠蔽しようとしてます。もう絶望です。私はもう誰も味方がいません。結局大人に言って もう無理なんだ、学校ってこんなとこなんだ、行くのやめた、もしくはね、もう死んでしまいたいとかになっちゃうかなと思うんですよ。これ泣き寝入りですよね。でもね、今の時代泣き寝入りせずに済むんですよ。勇気のいることですけども、自分はこんな扱いをこの学校に受けてます、この人にこんなことを言われました、警察に言ったらこんな目に遭いました、これをね、自分の個人の媒体で発表することによって、あ、それはおかしいやろとかね、あ、それ同じ気持ちだよ、わかるわかるみたいな方が拡散してくれたりするんですよね。で、結局それが大きなニュースになるということもあります。で、 YouTuber さんとかっていうのはアクセス欲しいですから、まあ、人がね、関心を呼びそうなニュースはどんな小さなものでも広げて広げて拡散してくれるんですよね。それこそそのニュースをいろんな切り口から量産してくれることもあり得ます。だから放送を手にすることによって、あの泣き寝入りせずに済む時代が来たんじゃないかなと思うんですよ。というのがね、私今最近ね、毎日思ってるんですけども、北海道旭川の北西中学っていうところでね、あの、まあ、いじめがあったんですよね。そのいじめが結構14歳ぐらいの女の子、小学校6年生の時ぐらいからずっとね、性的ないじめをずっとしてて、写真を撮ったり動画をね、拡散したりとかしてたらしいんですよ。ひどい話ですよね。で、それを学校の先生に相談しても、いや、今日はデートがあるから明日にしてって言われたりとかね、校長がそういった問題を隠蔽してですね、何もなかったかのように警察に報告したり、まあ、弁護士さんを保護者の方入れようとしたんだけども、その学校に弁護士なんて入れてたまるかっていうことで抵抗してですね、結局あの被害の当事者の方、女の子はね、絶望して転校してあげく PTSD にかかって、そのままね、自殺してしまったんですよ。で、これがですね、2年間ずっと泣き寝入り状態だったんですけども、でもね、昨今この問題を週刊文春が取り上げたりとか、インターネットで拡散する人が増えたおかげで、もう一回調査しようじゃないかってことになったんですよ。で、これがですね、国会でも話題になって、今学校現場どうなってるんだと、文部科学省どういう責任を取るんだみたいな形でね、追及してですね、で、文部科学省が直接もう乗り込むみたいなこともね、言ってくださったりとかね、いや、すごいなと。もちろん一人の命が失われてね、それに変わるものではないんですけども、いくらやったところでもう取り返しがつかないんですけども、ただね、今死んではいないんだけども、死にそうな方を救うことにはなるんじゃないかなっていうのと、ある一定の抑止力にはなるんじゃないかなと思ったんですよ。だからね、放送することとかってすごく大事で、言うことっていうのは大事で、言葉って人を動かすし、人が動けば国が動いて時代が動くんですよね。だから泣き寝入りをしていいことは全くないんで、こんなひどい目に遭いましたってことはね、きちんと表現するべきだし、それから逆に言われのない誹謗中傷を受けた時も、それはちゃんと弁明する場所がありますんでね、今すごいなと思いますよ。私もなんかね、だからこうたまにね、久保詐欺師みたいな動画あげますけども、
いやもうそれはね、私の一つの表現なんですよ。まあ、例えばビットコインが値上がりする値上がりするとか言ってからね、私の動画見て買った人がなんかビットコインの暴落で損したとか言ってね、私を詐欺師呼ばわりするんですけども、じゃあその人は今どうなってるかっていうと、結局値上がりして儲かってるわけですよ。ね、したら、いや久保詐欺しちゃったんだろみたいなね、どういうことだよみたいな動画上げたりするんですよ。そもそもそういった投資事っていうのは、いろんな情報を取る中でリスクを承知して自分のお金を自分で覚悟してやるもんじゃないですか。それを結果的に儲かんなかったからといって、たまたま見たね YouTuber のせいにするっていうのはどうなんだと思いますよね。誰がお前それを見て判断したんやみたいなね、まあ、そういうこともありますので、この言われのない誹謗中傷っていうのはね、うん、まあ私が意図的に人を騙したんだったら別ですけども、そんなことを生涯でしたことがないわけですから。ただ情報ってのは捉え方によっては、その人の悲観論とかね、楽観論によってはどう捉えられるか分かりませんから、だから情報は受け取った瞬間に自分のものであって、誰を信じてどういう行動をするかっていうのは結局自分のところにあるんだろうなってことをね、これからも思い続け言い続けるだけかなと思います。まあもう一回言いますけども、今泣き寝入りしなくていい時代なんですよ。金銭的にもですよ。貧乏で貧乏でしょうがないと、お金がなくてこんなに困ってます、じゃあそれを泣き寝入りって言うんですよ。そうじゃないと、ちゃんと放送することによってそこから抜け出すルートがあるわけですよね。だからどん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 放送していって、企業案件もらったり、つうか企業案件こっちから申し込んでもやらせてもらいますからね。別に私の YouTube で商品紹介するんで案件くださいって言ったら、じゃあ1再生2円でお願いしますとか言ってきますからね。それでもいいじゃないですかってことなんですよ。だから放送することによって私たちは泣き寝入りする時代が終わったということを今回ね申し上げたくって動画を送らせていただきました。いってらっしゃい。